んばんは。珍しい時間、なんか珍しい時間でもなんか意外とこの時間にこんなに来るのっていう時あるのでなんか、まあ、この時間帯に見れる方に見ていただけたらいいなって思います。走ってきてこの勢いでやってお風呂入ろうと思って。今日のレッスンの飲み物はこちらでもちょっとメイクしようかな。眉毛と目だけやろうかな。帰ってる途中、ほのかさんありがとうございます。お疲れ様です。電車の中に猫の声響き渡りました。やだ、もうそこまで行ったらもうみんな見てって言いましょう。1時間ぐらいやろうかな。でもなんかそこまでなんかびちょびちょの汗じゃないからどう思います？外出した瞬間に始まったまあそういう時もありますよね。ゲーマ湯ちょっと引いてきた赤身っていうか外出しても見てくださるんですね外出したのに。お寿司さん初見ありがとうございます。仕事中にこっそりありがとうございます。頑張ってください。これで頑張れるならさいいと思うんだけど、どう思う？これ見たら頑張れますってなったらさ、よくない？頑張れるのか分かんないけど。リップ走りながらさずっとさあの唇舐めちゃった、乾燥しまくってて。スカイさんキュンキュンありがとうございます。なんか聞いてください、このリップちょっと前からなんだけどはずこうなんかめっちゃ出てたっぽくてこっちに詰まっちゃったんだよね。だから筆でこうやって取ってる、取ってこうやって塗ってるだいぶ5ミリぐらい詰まってる。これから仕事頑張ってください。ファイティン。そう結構詰まって、あるあるなん？初めてなった気がする。真実使いのすごすぎでしょ。ちょっと待って、毛がさついた、抜けた。そういう時はこれはあるある。いや、よいしょ。え、どこについた？ついてない。でもめっちゃ抜けるんだよねこういうの。ありますか？めっちゃ抜けてる、なくなっちゃいそう。なくなりそう。いやあるわ、ついてる、ついてた。あ、なるほどね、勝手に出てきちゃってんだ。自分がミスったかと思った。自分が締める方向じゃなくて出す方向に出してしまっちゃったんかと思った。勝手に出てくんだ、これはしょうがないね。私のせいじゃなかった。今日はご飯、夜ご飯まだ食べてないですでもさっき栗のパイみたいなの食べました。お腹空きすぎて。チャーハン美味しかった、朝食べた。ストーリー載せました。
私悪くなかった。あ、ついてないこと、はい。まず、まあ、最近その間違えてこっちの靴で行っちゃ、例えば走りに行くのにランニングシューズじゃなきゃいけないのにあのスニーカーで行っちゃったとかね、そういうのが最近続いてて、このあのカバンを駅に置いてきちゃって駅員さんのとこに届いてたとか、あるあるなん、最近そういうことがあって、今日まずレッスンから帰ってくるときに電車に乗ります。それがなんと自分が降りたい駅を通り過ぎる電車だったんですね。でまずチーンってなるじゃないですかでチーンってなって、はい、家の前着きました、鍵ないって言って鍵を取りに帰りました。鍵がレッスン場のパーカーのポッキーに入ってたんですよ。アリック・ナシャブトラさん、初見ありがとうございます。そうで、昨日5キロぐらい走ったんですよ。 5.5 ぐらい走ったのにガーミンさんつけて走ったのにガーミンさんから携帯に移行できなくて、なんか結局記録ないんですよね。記録が取られてなくて、なんかもうついてない、まあ、自分が悪いのもあるけど、いっぱいガーミンさんについては分かりませんまあ自分が悪いんだけどね、自分が悪いんだけど、ちょっと最近大丈夫かみたいな感じ、なんとかなってるみたいな、そう感じなんだよね。そう、最近ついてないなって感じです。ガーミン使ってます。ガーミンさん、あれガーミンさん、でもね今日の記録はね取れました、ちゃんと。リップどこやったっけ、この子の脇かな、あれリップどうだった、ってことはファンデはどこ、え、ファンデ昨日出してどこやったっけ、なんでリップと一緒にないの、リップも違うとこ入ったし、落ち着いて、あれファンデがない、ポケなかなかったポケなかあるかなって今一瞬思っちゃった、また戻そうとして、これはこっちなんだ、君はこっち、あれファンデさっき出したっけ、あった、出してた、君もこっち、そう、にわきさんからのプレゼントです、タンプレー辛くない、ガーミンさん結局さ移行できなかったよね、今日のが移行できたからもう多分昨日は記録としてないんだと思う。眉毛かーこう、デロハイさんキュンキュンキュン、ありがとうございます。私さ、アニワキさんの誕生日まだ買ってないんだけど、何がいいって言って、なんか決まったらまた連絡するねって言われて連絡来てないんだけど、アニワキさん見てますか、絶対見てないね。眉毛描く、眉毛はあのこういうショールームとかでの眉毛はこちらを使ってます。これはディオールなんですけど、あのお母さんからもらったので、なんか多分今売ってるとかじゃないと、でこんな色ね使わないから、この茶色だけいつも使います、眉毛とかに。いらないってこと、いやガーミンさん買ってもらってさ、なしはやばくない、いや最初さ車って言われたんだけど、違う、お父さんにそのどうしようみたいな感じで買ったのって言われて、まだって言ったら車はって言われた車はさやばくない、お兄ちゃんに車プレゼントはやばいよね普通に
車のさ、まあピンキリの感じもあるかもわかんないけど、車の値段がわかんないね、金額が。そもそも新品で買ったらさ、すごそうじゃない？眉毛かけた。ガーミンさんはモデルな、何モデルとかわかんない、なんか良さげなやつにした。でも意外と、いや時計の、それこそ時計もさピンキリだと思うよ。100均でも売ってるけど、すごく高価なところでも売ってるけど、からわかんないけど、ガーミンさんはお高いんじゃないって思ってる私の中では。もともとベビー G 使ってました。ベビー G も多分タンプレかなんかだと。眉毛描き終わった。眉毛、眉毛、眉毛、よいしょ。はい、新車なら3桁それはやばい。新車はさ高い、中古車は、でもさプレゼントで中古車ってどうなの。いや分からん、普通が分からんからさ分かんないんだけど。はい、次同じ色、ここの色で、この茶色で、このブラシでこうやって二重にこうやって塗ってきます。昨日と同じメイク、昨日好評だったから。全然さ、その普通というか平均の値段が分かんないけどさ、ショコは車をプレゼントされたら嬉しい。うん、自分は免許持ってないからありがとうってなるそう、でもお兄ちゃん免許持ってるけどね、レンタカーとか友達とかの車で出かけるのかな、分かんないけど多分そうだと。だいぶ目の感じ変わりましたよね。こっち塗った、塗ってない。まえさん、ハートありがとうございます。自分も欲しいものをプレゼントすれば、いやお兄ちゃん車欲しかったらあげるよっていうわけでもないけど、お兄ちゃんは車欲しいと思うけど、何が欲しい？でもパーカーとか好きだから、いや好きなんかな、パーカーを着てるイメージだけど、パーカーもいいなって思ったり。あ、車は自分で買いたい。そうなんだね、なるほどね、そういうのもあるんだ。生徒会長さん、初見チゲさん欲しい、ありがとうございます。車はこだわりたいとか、え、でもさ、これが欲しいってなってさプレゼントって決めない？ガーミンさんもさ一緒に買いに行って買ってくれたから家か全然わかんないね。でもお父さんとお母さんはでアビレックスのいろいろもろもろをもらってて、あげててフルコーデ、私男性のわかんない、パーカーにジーパンになっちゃうねそうだからね、わかんないけど、これがいいって言った、アビレックスってとこ有名？いや有名なんだろうけど、合ってる？アビレックスで違う？アビレックスって言わないのかな
からどういうなんかそれも多分これどうって言って選んでるから、そのなんかサンタさんみたいなことはしないんだよ。なんか何が置いてあるか分かりませんみたいなのはないから。僕のことだね、ははは。そうだからね、あ、何なんか何がいいかな、また聞いてみる。このルームでさ決まるの、相談するのって感じだけど同じ年代の方は多そうだけどね。ははは。ビレックスで合ってるよね。ただしさん、尊い、ありがとうございます。なんかどっかのパーカーとかだったらよくない？何が欲しいのかな、わからないな。目の下にも同じ茶色を塗ってきます。ここへい、だいぶ昨日に近づいてきたんじゃない。アルビレックスっていうサッカーがある、サッカーチームがあるんだ。ルーナ氏のアビレックス、ね、電気シェーバー、シェーバー、シェーバーって私が持ってるようなシェーバー、電ヒゲ剃りってことわかんないスイッチ使うんかな。スイッチっていくらすんの。スイッチなんて触れたことないよ私。あ、あるあるわイコノイチャンネルであるわ。でもイコノイ、逆にイコノイチャンネルでしかないです、スイッチに触ったこと。 Wii とか触ったことない。黒じいさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。スイッチ3万ぐらい。そうなんだ、みんな高価なもの持ってんだね。スイッチはあっても使わないと思う私が。兄ちゃんは分かんないけど。よいしょ。ヒゲ剃りね、ヒゲ剃りこそ分かんないけど、新型スイッチ入手困難。そうなの、何が新型か分かんないけど。私は 3DS で止まってます。こんな感じ、ここだけ。違うの？こんな感じ？こんな感じ？長すぎたかな？はいはい。しょこちゃんゲーマーだったら面白い？あの携帯持ち始めてからはね全然やんない。アイライン綺麗？こっちからやります、いつもこっち側から。せいちゃんかわいい、ありがとうございます。ヨギボーね、いいね。でもさ、ヨギボーっていらない人からしたらさ邪魔そう使う人はいいと思うけど、もう一回聞いてみる。ヨギボーはとか聞いてみるわ。ヨギボーでも使えそう、あればさ使えそうじゃない。いらないわってなんのかな、ヨギボーって捨てるのだいあ、お兄ちゃんね今実家じゃないんだよね。そうだからね、買ってもしょこちゃんは使えないんだ。
こんな感じできた。昨日のメイク完成。昨日は肌もやってたけど、ヨギボーは知ってると思うな。チキさん似合う、ありがとうございます。難しいよね。皆さんは何をもらったら嬉しいですか、誕生日で。ブランドの腕時計いるかな。昨日のリップ、昨日これだったと思った。普通のゴンさん、花束ありがとうございます。現実的にね、大量のグミをもらいました。いいねいいね。あ、アマゾンギフト券、スペイベのハガキ、おもろ。クオカード、現実的だね。確かに車ピアス開いてるからアクセサリー、なるほどね。ピアスは開いてないなと。お兄ちゃん、お財布、ネクタイ、ネクタイつけるんかな。お兄ちゃん中学の時しか見たことない、ネクタイつけてるとこ。いや、分からん、私の知らないところでつけているんだろうけど。あ、でもお財布多いね。どんなお財布使ってるかも分かんないわ。iPhone13。イヤホン、私さ、エアポッツさ、絶対にさなくすからさ、絶対にさ有線のやつがいいんだけど、有線っていうか、あの Bluetooth なんだけど、あの紐はあるやつがいい、絶対に。あ、アウター、あ、でもお兄ちゃん、あ、お父さんとお母さんはアウターだった、アビレックスの。めっちゃ、え、結構わかる方いっぱいいる、嬉しい。絶対アポッツなくすんだよ、絶対に。あの、私今あのね、おいしょ、イヤホン2本持ってるんですけど、イヤホンが、よいしょ、これとこういう系で、ここはこうなるんですけど、こういう系とこうやってこうなってて、こういう系があるんですね。で、絶対にこっちが、こっちがマラソン用なんですよ。なんでかっていうと、走ってる時、あの両耳だったらこれでもいいんですよ。でも絶対走ってる時は片耳しかつけないんですよ、私。もう一個はなんかこう周りの外の音を聞いてないと危ない、怖いから。そうだから、そうなるとこっちがいいんですよ、こうがいいです。で、こっちは普段使い用、まあこれ切れたらこっちも使う時あるんだけど、こっちはマラソンで、こっちは普段普通に電車乗ってる時とか。これで片耳にやるとね、もうどん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 こっちが下がってこうなっちゃうの、重さで。こうなってもこっちこうなっちゃうから、すごいこれがテーンってなるから、こっちは普段使い用で、こっちはマラソン走る時用にしてます。これとこれしか持ってない。これのピンク持ってたんですけどね、
なんか断線しちゃった。なんかあんまりね、多分私は耳があんまり良くないから、なんかこれがこっちの方がめっちゃ良くてとかは分かんない。どっちも聞こえるからいい、聞こえればいいかなって感じですね。髪の毛が抜けてるね。耳のやつ落ちますよね、エアポッツ的な。ちょっと憧れはあるけど、なくした時だからすぐポッケとか入れちゃうからさ、ポッケ入れたら絶対なくすから、洗濯回しちゃったりとかね。ゆきはさんかわいい、ありがとうございます。低音が聞こえやすくてって言われても、そうそうそう、私は多分そういうタイプ。なんか明らかに全然違う感じだったらわかるかもしれないけど、ちょっとの感じだったらわかんない。そう、そう、聞こえればいい、なんでも。ラジオとか配信ぐらいなので安いのでいいと思って。そう、私もそう、私もなんか別に YouTube 見るだけだから、なんか本当になんか音楽系のやつとかをいじる方とかいう方は大事だと思うけど、てかそういう方は絶対充電が今ね、こっちをね充電してたの。 33% How on connected。 よいしょ、えい、かゆい。How on connected。 私のイヤホンの接続した時に言うやつ。充電も定期になってきそう。今の今回はね忘れてなかった、こっちをね充電してたから。でもお腹空いてきた、もうちょっとしたらお腹空かない。え、何時からやりましたっけ。10分ぐらいから始めましたっけ。なんかさ、目の下黒くない？8分か。10分だった？当てた。Bluetooth スピーカー。スピーカーなんてないな。音楽流すんですか、常にスピーカーから。何の時にスピーカーから流れるんですか。まいさんゴーゴー、ありがとうございます。おっちゃんかわいい、まいさんハートキュンキュン、ありがとうございます。いや疲れてるっていうか、多分色素沈着だと思うんだよね、メイクしすぎて。あのクマじゃなくてね、色素沈着だと思う。うん、今日でシェコのショールーム450回目の訪問ありがとうございます。いっぱい嬉しい。私は今日で何日目だった、83かな。少し仲良かったアイドルが卒業、あらあらあら。芸能界に残るんだったらね、これからも応援できるけど、83。ライブ映像、あ、なるほどね、ライブ映像ね。ね、私も全然見てなかった、っていうかメイクしてた。メイクしてたよ。すごいよね、450回も来るって。一つのこと450回ってすごくないですかって思うけど、何年、5
合計ではさ1年以上だけど何年間かってことだ。ありがとうございます。メイクしてました、ちょっとだけ。肌は何もしてないです。ニキビちゃん気を潰したから残ってる後お腹鳴った、撮りたくなっちゃう。ああ潰しちゃダメ、潰しちゃった。あ聞こえなかった、なんかカエルみたいなお腹が鳴りました、えんって聞こえました。会社行ってきます、いってらっしゃい。これからもぐもぐ配信はみかんぐらい比べティフ動画見てました。おお、なんだ、なん、いつのティフ、まだアーカイブやってんのか。最近しょこちゃんの配信 見始めた、ありがとうございます。しげちゃんありがとうございます。かまぼこね、朝ちょっと食べたら美味しかった、何もつけなくても美味しかった、なんかもうプリンって感じ美味しかったです。イエイ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 。ヘブンさん、ケイトありがとうございます。あ今日いい推しの日ね、いい推しの日、いい推しの日ってどういう意味、どっちがいいのいい推しの日てか11月はいいなんとかの日が多いね、いいね。ヘブンさん、キュンキュンありがとうございます。推してる自分がいいっていいことなのか、推しの方がいいなのか。45日はショコ、いいショコの日だね。そうですね、来るかないつかヘブンさん、キュンキュンキュンありがとうございます。推しがいいってこと、推しがいいよってこと。そうなんか、チェケさん、キュンキュンありがとうございます。12月15日は実質11月40、あ確かに発売日、いいショコの日です。ヘブンさん、あなたはチェケさん、キューありがとうございます。今日のインスタ何載せよう、何載せようかな、何にしますか、昨日はさなちゃんとの写真を載せました。ケトゥさん、キュンキュンキュン、まえさん、キュンキュン、おっちゃん、花束ありがとうございます。通り更新するために100円貯金制度始めました。何それ、じゃあいっぱいストーリーあげようなくなっちゃう、そんなん面白いですね。最近ストーリー少ない気がする。あでも今日は話し会のやつがあったから今5個投稿してある。じゃあ500円ですね。まえさん、キュンキュンありがとうございますね。今日のと告知で2連投、そうだよ。でも全然投稿しない時と1個とかの時もあるからね。メンバーとの写真ちょっとあげて、でも最近結構あげてますよね、メンバーとの写真。
なんかさ、これいいってさ、 LINE するのがさちょっとめんどくさくてさいつもさ投稿する前に決めるから、どれにしようかな、あこれにしよう投稿って言って投稿するからさ、聞いてさ帰ってこなかったらさ投稿できないじゃん。そうだからずっと聞いてなくて、最近聞き始めたから、これから、これからっていうか最近はあげてます、いっぱい。ツイッターとかインスタもだけどあげてるよ。お腹すいた、お腹すいた、たまったお金何するか決めてないです。あ、じゃあそれでなんかグッズとかどうですか。それでグッズとかなんかライブ用勝手に言ってるけどどうですか。どうですか。ちょうどさ今あんまりないからさ、グッズはまあ生写真とかはあるけど。あ、たまったお金お話し会まとめるか、おー嬉しい、嬉しいですね。なんかお仕事にぜひ。まあそれで美味しいご飯も食べるもよし、チョコとお揃いにするもよしそれもお仕事だからね、だからお仕事に使う今日チョコチャーハン食べてたから、じゃあ今日の夜ご飯チャーハンだから、よしそっから取るぞみたいなはい、これも関係使いません、ありがとうございます。やったー、チョコに車買えばすだからチョコは免許持ってないからヘイブンさんいいね、ありがとうございます。ないからね最近イベント。駐車場も必要になる、確かに全然わかんない。ステージじゃなくてもおじさまでいてほしいって思ってないけど、やばい忘れてる、がっかりさせないで、あとちょっともう少し、あんちゃんの歌割りっていうのは分かったんだけど、一列でいいか、ん一列で全然分かんなくなっちゃった一列近くなれたら全然もう忘れてる、やばいね。一列でいい近くかな、一列でいいから、あとちょっともう少し、一列でちょっと違うやばい、バカみたい分かってるだけどは分かるんよ、自分のパートだから。やばいって地熱でいいから近く、え、こんな感じじゃなかった、合ってるよね、あとちょっともう少し、一列でいいから、え、ちょ、音が違う、バカみたい分かってるってなってる、もうそっちになっちゃう、待って、1番見よう、
この世界は愛おしすぎて一列で分かんなくなってやばい一列んバカじゃないこの世界愛お君がいこの世界愛おしすぎやばいバカみだから変な沼に入っちゃってる。この世界この世界愛おしすぎて歌えた一列でいいから近くバカみたいだからさ自分が上がるからさ分かんなくなっちゃった。あとちょっともう少し一列でいいから近く会いたいよ会いたいのバカみたい分かってるだけどやっとだやばいねこんな感じで忘れてっちゃうの。ダンスはね多分すぐ思い出せるんだけどね。バカみたいに引っ張られすぎたね。音程さんお帰りなさいませしかもさ1番もさ最初歌えたのにさ2回目歌った時歌えなくなってさえみたいな。ヘブンさん音符ありがとうございます。皆さんの方が今歌えそう。ヘブンさんパチパチパチありがとうございます。あー押し手が工場言いたいことがあるんです。やっぱりコラブ尊いよ好き好き超えて愛してる息してくれてありがとう俺がイコラブオスリュー君が笑ってくれるから近くて遠い君だけど何があっても守るから守るから言えたよかった。でもさガチ恋とかも忘れちゃうよね。言えたぜよよきよき。よかった。チェケさんいいねありがとうございます。はなちゃんのやつって何はなちゃんのやつって何。おっちゃん尊いありがとうございます。あ自己紹介広まる深まる溢れる花丸弾けるスマイルみんなで花丸合ってる気がする。広まる深まる溢れる花丸弾ける。うん合ってる。イエイ。これはね今口が覚えてる。でもねそういうことあるんよね。そのさイコラブのダンスでもさ体が覚えててだから体が忘れたらもう忘れたんだよ。もうこんなだったっけみたいな。かわいいありがとうございますとかエコできるようになったああこうだったみたいな感じになってくるんですよ。ギリ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 ポールさんトトイありがとうございます。定期的に言わないと忘れちゃう。そうなんですよ。一時期さスタートとかもやってなくてさスタートどんなだったみたいなどんな列だったっけみたいな。ヤワツさんキュンキュンありがとうございます。お仕事終わったお疲れ様です。4号話ですか皆さん。18時に終わる方も多そう。もう終わっちゃうけどすぐもうすぐ仕事なお頑張ってください。ファイティンファイティンファイティン。しごやすです。しごやすって何。やすって何。仕事休みです。ラッキー。仕事サボでサボってる。
学校は、あお疲れ様です、学校終わった。仕事ねでした、お疲れ様。おもろ、仕事つらい、みんなつらい。授業ネームでした。このルームだとさ、ヤマママさんだけさ学校だね。みんな仕事、仕事のあれで。おもろい。もうすぐ仕事は、頑張ってください。世界は仕事のだもん。うん、仕事の。チョコ好きです、ありがとうございます。カジオはお疲れ様です。夜ご飯作り終わった。いいね、仕事なう、頑張ってください。学生に戻りたいって、学生に戻り、あ、学生に戻りたいとも思うけど、今の状況で学生は結構きついかもな。えぐ眠です。えぐい眠いですか。腹減りです。何ですか夜ご飯は。よいしょ。ハラペコ、ハラペコはハラペコだね。ブリテリいいですね、大好き。ちもうお腹すいた。お魚もいいの。もとさんもサバミリです。は何にするか考えてない。自炊系ですか、買う系ですか。腰下です。マッサージとか行きましょう、整体とか。ブランチミツどこで買えますか。オンラインとかであるんじゃないですか。あ、あの私のデザインしたやつはちょっとないかもしれないんですけど、味は一緒ですかね。ヘイブンさんキュッキュン、ありがとうございます。自炊したら、じゃあ何がいいかな。オムライス気分じゃないとかなってそう。シッコイナチさんキュンキュンキュン、ありがとうございます。餃子はちょっと作るのめんどくさいから。卵ないけど買ってきて。本当に、それは本当に。ハヤシライス作り始めます。いいですね。和牛さん欲しい、ありがとうございます。全然信用、いや買いに行ってくれるんだと思って。対応するとこだった。ウケる。家に卵2パックあります。すごい、めっちゃある。毎日使うんですか。鍋とか楽でいいけどね。ください、家近かったら譲ってあげてください。マイさんキュンキュンキュン、ありがとうございます。間違って買ってきたの、なんだ。間違ってに、あ、一個買ってたのにまた買っちゃったみたいな。うわ、シチューいいな。シチューずるいな。めっちゃ遠いこと知ってる。クリンクまでお届けお願いします。自分で買いに行った方が早いね。またはもうウーバー使った方が早いね。クリーム派ですか。クリームです、クリームシチュー。あのちっちゃい頃はクリーム系、その生クリームとかのクリームは好きじゃないんだけど。バーバー6人教えてしまう。
液体のクリーム系は好きで、そのクリームシチューとかグラタンとかは好き、ちっちゃい時から。ヘブンさんだるまありがとうございます。カレーとハヤシライスとシチューだったらシチューが一番好き。でもカレーはなんかキーマカレーとかバターチキンカレーってなるとちょっと話が変わってくるけどね。あくまでノーマルの。クリームソーダ、確かにクリームソーダってさ、あれクリーム入ってないよね。いける。クリームシチューご飯にかける派です。だから前にかけたのを乗せた時にえみたいな、かけたのみたいな感じだってびっくりした。なんか炊き分け器はみんなかけてたから、それを普通と思ってたんですよ。カレーとかハヤシライスみたいな感じでシチューもかけてたんですよ。だからびっくり、え、なんでシチューだけ分けるのって思ってた。別に分けてもいいけど、カレーとか分ける時もあるけど、普通に家で食べる時は分けないな。なんかお店とかでご飯とカレーで出てきた時はわざわざかけたりはしないけど、家で作る時はちっちゃい頃からそうだったから、こっちがびっくり。ね、かける以外ないと思ってたよね。だからびっくりした。それお皿洗うの大変じゃん。それね、1個にした方が楽ですよね。そういう面でもパンとかだったらいいけど。でも私カレーだったらパンがいい。パンにつけてカレー食べるのとか好き。食パンこうやってつけて食べるの好き。よっさんタコありがとうございます。カレールーとライス別ってある。給食とかそうじゃないですか。だからそういう時はかけたりしないけど、あ、なんみたいな感じで食パンをトーストに焼いて縦に切ってこうやって食べるんです。これも珍しいんか。例えば前の日がカレーで次の日部活でお母さんまだ帰ってきてなくてご飯ないってなった時に食パンにカレーつけて食べてた。そう、スティック状にすんの私は。とかもまんまつけて食べる時もあったけど、スティック状が好きでした。一生パン食べれますよあれ。カレー一杯に対してもう食パン3枚ぐらい食べれる。あ、わかるって嬉しい。そうなの。パンはトーストで焼いて食べます。だからご飯前に3杯とか食べちゃってる時あって、わーって感じ。3枚わかる。コンポタージュわかる。トロトロのコンポタージュにパンを浸すの。浸してすぐ食べるの。美味しいですよ。クルトンみたいな感じ、役割。それもやったことある。ご飯にコーンポタージュかけてた時もあった。逆かな、カレーみたいなこと。コーンポタージュにご飯を入れてたんかな。やってる時もあった。なんかその結局部活帰りで夜ご飯ができる前なんですよ。で昨日の残りのご飯と粉でお湯入れて作るコーンポタージュ、そう、それを混ぜるともう美味しい。だからお母さんとかが「えご飯残ってると思ってたのに」っていう時はある。だからパン残ってると思ったから明日の朝のパンも買ってこなかったわとかいう時もあった。部
部活終わりのしこちゃんっていろんなもん、いろんなもん食べてた。だってさ、部活終わって帰ってくるの6時とかじゃん、平均して6時で、お母さん帰ってくるのが7時とかで、夜ご飯8時とかだからお腹空いちゃうじゃんね。バカ食べてたなーって思う。久々に来れました、ありがとうございます。お腹空いちゃうからな、食べてました。クラムチャウダーはどうやって食べてたかな、忘れた。たくさん食べる女の子は可愛い。お腹空いてきたな。結局ご飯の話でも、もうそろ終わるからね、もうランキング読もうかな。結局ご飯の話だから。あ、チーズのせん、うわチーズ、そんな発想なかった、いいな。デブ飯感すごいけど、最後に聞きたい、オムライスってどうやって作りますか。ちゃんと作るならご飯にチキン入れて、なんかいろんなもん炒めて、ピーマンとか、まあ、チキンライスを作って上に卵をかける。だけど適当に自分食べるだけでいいかってなったら、ご飯にケチャップご飯にして上に卵をかける。以上。でもよくやってました。私はケチャップご飯にスクランブルエッグとかを上に乗っけてる時もあったし、白米にスクランブルエッグかけてケチャップかけるみたいなこともありました。これも部活終わり、部活から帰ってきてお腹空いた時にやってました。ということでランキング読みます。ランキング13位、コウヘイさん。12位、ヤマニャンさん。11位、コトラちゃん。10位、タキチャさん。9位、フーカさん。8位、ターくん。7位、ユキダンゴさん。6位、ヒーキーさん。5位、コロジーさん。4位、デルファイさん。3位、ヘブンさん。2位、タダシさん。1位、チェケさんです。ありがとうございます。2列目、キャンさん。チュンチュンさん。ファインゴールさん。シンヤさん。トッちゃん。アオちゃん。シャシコイノチさん。FJ さん。ケトゥーさん。ポールさん。オッチャン。ヒロさん。ケンケンパさん。ヨッさん。メリダさん。チビタンクさん、ユキオオカミさん、ゼットさん、ユウダイさん、モリカさん、イマママさん、フェズニャンさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうショコラ、ありがとうございます。3331人の方が来てくださいました、ありがとうございます。たくさんの星投げ、たくさんのゲスト、たくさんのコメント、ありがとうございます。ということでまた明日お会いしましょう。ありがとうございました。感謝、バイバーイ。親ショコ、ちょっと早いけど。お仕事お疲れ様でした。学校もありがとうございました。